ナマラコンサドーレ。さあ始まりました、ナマラコンサドーレ、はい、本日は川崎との一戦振り返り、うん、そして次節東京ヴェルディ戦の予想していきたいと思います。はい、まずは川崎戦、結果は2対0札幌。よっしゃ、3連勝でございます。素晴らしいですね。やっと残留争いに絡めるんじゃないですか、これで。そうですね、はい、残留争いには入りました。やっと、はい、3ポイント、うん、あ違うな、でも湘南と7ポイント差、湘南とは7ポイント差あります。まあでもまだ直接対決もあるからね、うん、まあまあまあ、ね、言っても。なるほどね、うん、だから川崎戦引き分けだか負けてたら、はい、もう10ポイント差で9試合ほぼ不可能とされてたけど、うん、なるほど、一応なんか試合数以内の勝ち点差は縮められると言われてますから、まあ9試合やっての7ポイント差、そうね、これは全然耐えたと言って過言じゃないですか。いや、素晴らしいじゃないですか。はい、いやー、いいですね。いやー、素晴らしいですね。どうでしたか、川崎戦。いや、川崎戦、はい、いや、まあ、前半は押し込まれる。いや、結構ね、だいぶ押し込まれた中で、なんか明らかに前半戦、はいはいはい、Jリーグ始まった前半戦より、うん、そのしのげてた。そうだね、まあ最後の最後のところまではやらせてないというシーンが多くあり、はい、いや粘り強かった。まあで決定的なピンチは菅野が止めるみたいなね、はい、というところでございましたね。いやー、ほんとただうさかったけどね、家長のキープとか。家長は本当になんか下手くそになんないね。なんだよ、そうならないだろ。もう技術だから。ずっと前は山田新、うん、新たと思ってたけど新で新ね、うん、いや本当にいい選手があれだよね、起点となってとなってたね。でマルシーノの裏抜けとか、うん、まあ中盤の選手もよく、いや、まあただなんかちぐはぐ感、まあそうだね、ビルドアップのところは、うん、まあ前線にね、さ、まあ収まった時はいい攻撃してたけど、はいはいはい、なんか意外にずれてるなっていう組み立てのところでね、うん、あの川崎と考えた時によ、そう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 、あの最強の川崎と考えた時に、うん、なんか細かいミスが多い、多いなっていう、なんか今の順位で納得できるような川崎の試合内容、そんな感じでしたね、うん、中盤はめちゃくちゃいいのにね、立花だ、脇坂、脇坂、大島ってね、大島の復活でめちゃくちゃ声パス多かったけど、ね、うん、という中での、まあ中盤というよりまあセンターバックとか、そこが最終ラインのビルドアップの部分なのかな、うん、ちょっとわからないけれども、いやただ、うん、まあ、札幌耐えて耐えての後半3枚替え、はい、で青木の先制ゴール、青木ね、いやー、まあ、いやでも本当中村の持ち出しとか良かったですね、素晴らしい、ちょっと持ちすぎじゃねえかとは思ったけども、うん、あれぐらいちょっとその誘って引きつけてね、引きつけての高尾、素晴らしかったね、高尾が中へドリブルしてアウトで、うん、いや素晴らしいクロスで、はい、最後青木がちょっと難しいボール、うん、そう、アウトサイドで高尾がクロス、うん、まあ、クロスというかあのグラウンダーのパスだね、はいはいはい、あの青木でした、ね、素晴らしかったです ね、 ですね。あとは武蔵の追加点、はい、あれでも勝ったなというね、これも青木からのクロスというです、ね、素晴らしいですよ。いやー、もうドンピシャの武蔵ってあんなヘディングできたんだっていうね、めちゃくちゃ綺麗なシュートでしたね。いや、あんなヘディングができるならもっと早めに入れてほしい。いや、青木がね、乗ってんじゃないですか、ワンゴール、ワンアシスト。いや、素晴らしい、素晴らしいですね、活躍じゃない、はい、あと数試合も考えて、もいや、だからちゃんと我慢した結果、こっちがね、先制点を取り、いや、素晴らしい試合でしたけどね、ね、昔は川崎なんて全然勝てなかったのね。いや、本当にね、うん、もうボコボコにされるような、いや、まあ後半ね、小林優とかも出てきました。いや、まあただもうその小林優には踊らされないぞと、ね、なるほど、うん、まあ、なんか危ないシーンもありそうでしたけど、ちょっとね、うん、怖かったですけど、ね、いや、まあただもう川崎は、はい、今シーズンクリアということで勝ちましたんでね、はい、ただヴェルディ、うん、これですよ、東京ヴェルディ、いや結局まだ残留はできないからね、いやまだ全然ダメ、うん、あと9試合で、うん、まあ最低5勝、最低5勝だね、
でも一つずつ勝っていかないと。そうだね、うん、今ノリに乗ってるからその流れで。いやだから広島戦まで、うん、広島も勝ちまくって、はいはいはい、10連勝対5連勝の戦いみたいなさ、そのイケイケの戦いとかもしたいからね。確かに。いやただヴェルディ前半戦、はいはい、木村一人にボコボコにされましたから、まあ、まあ木村はさヴェルディレンタルで行ってすごい活躍してるね。大活躍じゃない。しかもそのあれでしょ、サンガからレンタルでしょいやだからまあサンガもびっくりだよね。チームが変わればね、戦術とかありますから、はい、いやまあジョーフクス監督率いるヴェルディということですね。いやだからまあヴェルディは残留する可能性はね高いと思いますけど、もうほぼ確、まあ、まあ残留争いでもないでしょ。いやもうほぼ確じゃない、はいはい、その10連敗とかしてやっと落ちるかどうかぐらいの感じでしょ、まあまあうでしょうね、だからまあ1試合ぐらい取りこぼしてもいいわけですよヴェルディっていうのは。はい、だから札幌戦頼みますという負けてくれと、はい、ここは矢内王ですいや矢内そのさ、うん、だってヴェルディってルヴァンとか天皇杯残ってるの。残ってないでしょ。知らないよ。残ってないんじゃない。多分残ってないな、うん、そのやることないから。いややることないのよ、うん、まあなんかありますよ、一桁順位だと賞金が変わるみたいなね。多分大事じゃない。いやでもまあいいじゃないかといや、その八百長ですってさ、その八百長は何かを与えないとさ、負けてくんない。いや、俺らが頭下げてんだから価値ねえわ俺らサポーターが頭下げてんだから。いやいや、それだったらもう札幌サポーターみんな頭下げてみんなで土下座できればな、うん、勝ち点くれんなら な、それぐらい思いあるもんな。いや、そうだいやただ、うん、まあキーパーマテウスだったり、はい、まあ、斉藤康介。キーパーマテウス？マテウスでしょ。ヴェルディのキーパー。日系ブラジル人みたいな顔のさ。そうなんだ。うん。J2 時代からすごいいいキーパーだったからね。あれ？ヴェルディの？うん。全然知らないな。嘘。俺もう上福本で止まってんだよ。いや全然全然。東京ヴェルディのキーパーは上福本で止まってる。え J2 時代？うん、俺去年。もう出てた気がする。めっちゃ前の、ね。いやそうだよね。めっちゃ前の。上福本なんてもうとっくにいろんなチーム移籍して今出てねえじゃねえか試合。そうなのよ。うん。いやーあと山見も決めてたしね。はい。なんかなんて言うんだろう、一人一人がズバ抜けたチームっていうより、うん、しっかりチームで戦ってくるっていう。いやーそれがやっぱ上福監督率いるチームです。だるいよね。だるい。結構ね、やっぱ広島時代、ジョーフク監督の広島時代も、うん、結局札幌全然勝ってない。いや勝ってない勝ってない。あとね、ジョーフク監督がいると大崩れあんましないイメージ。ああそうね。なんかまあ負ける試合はもちろんあっても、はい、なんかその大敗とかじゃない、はい、結構理不尽なゴールが決まってとか、しっかり試合できるんだよね。はいはいはい。だからその上がってきてもしっかり J1 に定着しそうというかさ、だるいよな。確かに。まあ予想いきましょうか。はい、はい、高島のヴェルディ戦予想は、はい、2対0の札幌。よし、クリーンシートだ。クリーンシート続いてますから、はい、あとまあほんとパクミンギュ入って、はい、で高尾もチームに馴染んできて、はい、で岡村はね、はい、ちょっと怪我とかありつつ今復帰して、はい、うん、もう今やっとなんか札幌の3センターバックが、はい、今年の3センターバックがちゃんと決まったんじゃないかなと、はい、そうですね、形になりましたね、いうところですよね。パクミングが入って本当によか、うん、良くなった。いや本当にいい、はい、でだからあと左のウィングバックがもうちょっと活躍してくれないとっていうところはありますね。左の、まあ、菅ちゃん。菅ちゃん。この間の試合は誰？菅ちゃんがスタメンだったよね。菅ちゃんね。いやだから圧倒的に近藤がいいから、ね、攻撃の面で言うと。右がね、はい、だから左ももうちょっと絡めると、うん、強力な。青木がさ、青木ね、青木が左ウィングの時もある。青木が左ウィングの試合もまあ昔あったけど、うん、今青系を左ウィングで使うよりはやっぱどっちかというとゴール前で使いたいっていうのが
あるかな。シャドウですね。シャドウで絶対使いたいから。だからまあ菅ちゃん。まあで東野はボランチで結構輝いてもいるから。まあ難しい。ってなると、いや本当に菅ちゃんが覚醒するしかないんじゃない？菅ちゃんの覚醒。だから一人しかいないもん今。左ウィング。まあ東野か。カン。カン？フランシスカ。ダメだよ。ベンチ入りもしてないんだから。いやだからルヴァンでね、カモラ。あとはじゃな、ハラ、ハラ。ハラちゃん？ハラちゃん。ハラな、まあちょっとでも、なんだろうな、難しいね。まだ。まだ。やっぱどう、ルヴァンとかで90分見たときにさ、はい、あれ、思ってたほどじゃない時間帯あるなっていうさ、そう、まあ、そうね、やっぱまあ相手が疲れるの、いや相手が疲れてきて、うん、だから疲れるんじゃないっていうか、ね、なんか天皇杯では輝いてたけど、輝いてたね、やっぱタラちゃんが一番。いやでもこう J1 相手のスタメンって考えた時に、まあそうですね、本当にバランスも考えた時よ、はいはい、失点する可能性とか、はい、そっちを考えた時に、まあどっちかというとジョーカー的存在の方がいいね。確かに。てかベンチにしてねえじゃねえか、だから。そうなんだよ。スガちゃんじゃん、じゃあ。いやだから本当あいつが覚醒するしかないよ。そのなんかさ、うん、一か八か裏向けしようとするじゃん。スガちゃん。弾丸クロスね。誰か触ってっていう。稲妻イレブンみたいなドリブルね、ジョンってそのさ、選手にそのウィレとかだったらたまにあるよ、すり抜けることがあるよ。人間だから、そのいくら頑張ってもすり抜けはしないな。いやだからもうまあでも菅ちゃんは得点できる時もあるからね。まあね、うん、あとはまあ献身度は本当に高いから、はいはい、確かにそういう面で言うとやっぱまあやっぱ失点は良くないじゃん、先に失点は。やっぱスガちゃんが右サイドで守備してたの意味わかんないもん。いや、献身性あるよ、ね、左ウィングの方から右まで戻ってきて守備してたよ。そうだね、ついてくんだから。なるほど。はい、ということで注目選手は近藤選手です。いや、本当にいいですね。うん、まあ最高な。でも川崎戦も本当に素晴らしい。まあガン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 、うん、結構さ、川崎が本当近藤気をつけろみたいな、結構削ってくるシーンも多いぐらい、はいはいはい、本当に注意される選手になったんじゃないかなと。いやー、ほんとだってサイドをね、前半戦はさ、うん、もうバックパスマシーンだったんだよ。いや本当にね、仕掛けろよってとこで仕掛けない、打てよってとこで打てない、あったのよ。それが今はもうこれグエンと素晴らしい中に入ってます。あれは本当に効果的ですからね。中に合わせる選手いろいろって話なんだけどさ。いや、まだ近藤選手注目ですね。いいですね。はい、お疲れ様でした。はい、僕の得点予想は、はい、3対1札幌。札幌戦輝きすぎたけど、やっぱ岡村がリベンジしてほしいなというところだけれども、うん、まあ、ちょっと1失点ぐらいはそうそうなんかやっちゃうんじゃないかなっていうところですね。そうそうの1失点、そうそうというか、その終盤の1失点はいいけど、いや、そうそうじゃなくて、そうそういう意味じゃなくて、ちょっとそろそろそのクリーンシート3試合連続なんで、さすがにね、さすがにきついなっていう、そのガチ当ての、ガチ当てのね、はい、注目選手は、まあ、3得点は、まあ、はいはい、いけよっていう、なるほどね、はい、注目選手は、はい、注目選手は、はい、スパチョーク、スパチョーク、やっぱ攻撃面、はい、ほんと違いを見せられる男、親善試合も終わりました、ね、いや、ありがとう、スパチョーク、非常に助かります。チェックが断りました。ありがとうございます。はい。いやー、本当ね、うん、やっぱりタイの本当英雄というかさ、エースというかさ、至宝ですよ。本当ね、はい。
もうそれをわざわざ断って、うん、札幌の残留なんとか残留するぞという。いやー、ほんとスパチョーク、青木、はい、ここら辺が復活してまたチーム変わったからね、ほんとに。まあ補強ももちろんありますけど、いや全然こまだまだ、はい、上は高いんでね、本当ですね、頑張ってほしいなというところでございます。はい、はい、ということで東京ヴェルディ戦まで、はい、しばしお待ちを。バイビー。